こんにちは、ラボです。今日ちょっと愚学なんですけど、まあ、まだオープン前なんですけど、あの時間的にね、ただちょっとここで勝手にお客さんが入ってきて喋ってきたりとかするんで、ちょっといつも見えるようにね、ちょっとこの画角で今日は喋らせてください。ちょっと動画当分上げてなかったんですけど、まあ前も言ったと思うんですけど、とりあえず、3月の中旬、まあ、来週はそうかな、再来週、まあ3月中旬から3月末ぐらいの間で、あのコムズ朝パークさんのメダカパークの、まあ、3つ目ってのを出します。ありがとうございます。でね、2つ目はあの向原っていうところの、本当に去年の一番最後にイベントしたところかな、あそこが一応第2パークの候補になってますけど、多分コムズの方が先にオープンするんじゃないかなと思います。ちょっとあっちの方飲食もね4店舗ぐらい入れるってなってるんで、ちょっと時間かかりそうです。はい。で、まあ、イムロ、あの土地買ったところは、まあ、ぼちぼち、ちょっと手つかずになってるんでね、ちょっとやっていかないといけなくて、やっぱり居酒屋がね、平日はね、本当、暇だな、今日人来るのかなって思うときあるんですけど、土曜日はもう大体満卓になるんですよ。本当ありがたいことに。で、駐車場も、ちょっと2台しかなかったんで、他のとこ借りたんですよ、近くで。で、増えたで、これだったら人いっぱい来れるやんと思ったけど、大体みんな徒歩なんですよね。だけどなんか駐車場借り取る意味あるのかなと思いながら、まあでもありがたいこと本当に満タクになるぐらいで、で、まあ、結構ねうちの店って入ったらみんなびっくりするんだけど、広いねって言われるんですよ。ちょっと見えてないですけど、まあ、こっちに4人掛け、ここに4人掛け、ここに4人掛けで、ここの映ってる和室、これかこれですね、これが8人ぐらいで、ここ全部つながるんですよ。全部つながったら30人ぐらいは大体座ります。で、向かいにあっちにもちょっと個室っぽいところが2つあって、44って座れて、まあトータル広く座っても30名入れるんで、まあなんか今後ね、メダカ、まあ、パークのイベントのみね、うちが主催するメダカパークのイベントのみは終わった後になんかここで、まあ、打ち上げじゃないですけど、まあラボはちょっと厨房入んないといけないんであれですけど、まあそういうのやっても面白いかなって。やっぱね、行ってみたいって言ってくれるんですけど、なかなか機会がないと。なんでイベントをちょっとね早めに閉めて、でこっちで、まあ、お酒なくてもねいいんで、で出店者の方も多分ここに来ると思うんで、そしたら出店者の方といろいろねこうまあコミュニケーション取りながら、でやっぱ信用がある人からね買うっていうのが一番大事なんで、そこで信用できるできないも見てもらったらいいと思うんですよ。はい。でね、まあそういうので、この前とかも別々、全然別々で来たんですけど、まあ奥に一人メダカやってる人がおって、こっちにもメダカやってる人がおって、こっちにもメダカやってる人がおって、でたまたまこうポロって話をした時に、メダカの話しよるやんけみたいな感じで、あー何々さんみたいな感じで、なんか結構ねいいコミュニティの場になってるみたいで、はい、ありがたいですね。で、まあもうこの流れから、うち事務所がちょっとここ安東っていうところで、結構上のところなんですけど、下の上安っていうね、もう安東駅、安田女子大学前の駅からも徒歩2分ぐらいのところに事務所があるんですよ。で、そこでもちょっとバーをやろうと思ってます。はい、メダカバーね、まあ、メダカじゃなくてもいいんですけど、まあメダカバーってことで、あっちも近いうちにオープンさせようと思ってます。もう内装はねほとんどいじらなくてもいいぐらい、結構おしゃれなあれ事務所なんですよ。ただ今はちょっとねゴミ置きみたいになったんで、ちょっとそこはきれいにしないといけないんですけど、まあその辺もやっていこうと思ってます。で、あと3月25日はうちの初のねイベントをやりますんで、でメダカパークでね、でメダカパークってやったら多分ね、もう出てくるように Google で出てくるようになってるんかな、多分なってると思うんで、まあ、なってなかったらメダカパークって調べたら、多分あの行こうよって広島の無人情報サイトみたいなところで、まあ詳しい内容分かったりとか、まあ、どうしても分からなかったら全然 DM もしてもらって構わないんで、はい。で、まあ今のところちょっとね今年はマジで忙しくなりそうで、まあ、なんでこんなにねいろんなところで販売できるように、はい、まあ、広島の大手の、まあ、Y っていう、まあ、スーパーだったりとか、そういうところとか、まあ、F っていう、まあ、大きいスーパーさんのところだったりとか、まあ、F がもう一個F さんってところがもう一個、まあ、いろいろね、まあ、ご協力いただいて、で出店できたりとか、まあ、あと S さんってところ、
で全然関係なくて今まで絡みはなかったんですけど、まあ大手のね、まあ、そういう、まあ、本とかの買い取りの T さんとか、B さんとか F さんとかっていうところも今こう話をさせてもらってるんですよ。なんでかっていうと、まあ、やっぱりレンタルビデオとかがやっぱりね今サブスクとかで借りられなくなったりとかしてて、まあなんか使えんかねっていうお話をいただいたんで、だったらメダカやりましょうよって、だからこれが決まれば、まあマジで全国展開しなきゃいけなくなるんですよね、それを込みで契約なんで、はい。で、まあそうなれば結局のところ今メダカをやりたいやりたいって言ってる人も一歩が出ないとかってめっちゃ連絡来るんですよ。まあ実際会った時にも一歩が出ないんだって、もう一歩なんか出すもんでないけ、出とるもんだけ、もう気づいてます。それに興味を持っただけであなた一歩踏み出してるんですよ、人と違う立ち位置をおるわけですから。興味がない人は一歩踏み出てないんですよ。興味があるってことは一歩踏み出してるんですよ。だからもう一歩踏み出す必要ないんですよ。踏み出てます、あなた。興味があるあなたはもう踏み出てます、実際。ちょっとビジネスチックになったけどね。でも本当にそうでね、もういやこの一歩な、ここのスタートラインよなとかって言いますけど、全然もうあなたスタート切ってますから、もうやりたいなって思った時点でスタート切ってるんです。だからもうあとはラボに連絡するだけそう、ちょっと話しづらいだけど、まあ、なんでこうやっていろんなところにこうご協力いただいてメダカをどん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 販売できる場所を増やそうとしてるかっていうと、まあ、やっぱりね、最初ねラボが始めた頃は本当展開だったりとかラメオとかあの時代に始めたんですけど、まあ、あの時ポンポンって買ってみて、まあ、本当に価値があると思って買ったんだから全然いいんですよ。ただね最近はねこの釣り上げとかってよく聞くじゃないですか、あの人どうなんかねみたいなのとか。でも実際ゼロではないと思います。みんながみんなしとるとは思わないですけどゼロではないと思います。ただねそれってなぜ起きるのかって言ったらね、やっぱりね現物を見て判断できないっていうのは大きくあると思うんですよ。ヤフオクがゆえの目に見えない人たちがこう手を挙げ合って私何円何円ってやってるから嘘もできるわけですよ。じゃなくてもうリアルだけにすると結局そんな、まあ分かんないです、全部が全部じゃないですけど高額でなんでこれ高額なのっていうのもいるじゃないですか実際にね、いや意味があるものもいっぱいあるんですよ。それだって作出過程が何年かかってんだよって話だから、それを分からずに言ってる人もいるんで、それはもうちょっとやめた方がいいじゃなくてなんかもう詐欺チックなので無理やり高額にしてるようなメダカっているじゃないですか。ああいうのをねなくせるかなと思って。だって現物見てその場で何円ですかって聞いて何円ですって言われたらそれをお金払うだけじゃないですか。じゃあそこで10万円って言われても自分が見たもので10万円っていう価値を自分で見出せたらいいわけじゃないですか。だからうちはあくまで今までネットショッピングとかもほとんどしてこなかった理由はそこなんですよ。現物を見て買っていただきたいっていうところにこだわってたんですね。まあ、ただねやっぱり、ここまで来るとちょっと充電がね、はい、ここまでねちょっといろんな方々からご連絡をいただくんで、まあ、ゼロってことはないんですけど、まあ、その代わり、まあ、しっかり動画とかも送ったりとか、そういう対応をしていかにリアルに近づけるか、まあ、うちで買ったことある人は分かると思うんですけど、まあ、高いっていう、まあ、それは個体品種的に高いのをおったとしても納得いけないっていうのは出してないつもりなんですよ本当に、そこだけはきっちり守りながら、まあ、全国にね今はまだ拠点がないところは買えないんでそういうところには送らせてもらって、で、まあ、やっぱり現物を見てゆくゆくはね全国どこでもラボのメダカ、まあ、ラボだけじゃなくてもいいですけどそういうのを見ていただける、今埋もれてる作出したりとかねすごいブリーダーさんいるはずなんですよ。そういう方々をもっと世に出してね、もっともっといいメダカをもっともっとみんなにしてほしいっていうので、それもあくまで現物でいきたいなと思ってるんで、こうやっていろんな大手さんを巻き込んでうちはやってるんですよ。別になんかね、まあ、たまに連絡来るんですけど、あのメダカを金儲けに使うなよっていう人いるんですけど、別に金儲けに使っとったらもっとぼったくってますあの、ね、うちイベント開くたびに赤字なんで、だいたい20万円とかね場所代かかったりとかするところでも
出店者にお金を取ったりとかほぼしてません、うん、で他のところでこれだけは払ってくださいよっていうその場所を提供してくれる方々に言われた分しかうちもらってないんですよ。だからうちに踏み入りは0円です。でなんならもうあのくじとかやりやった時なんかやるたび赤字ですもうこれでね金の亡者とかいうやつがすごいしかもね高額のばっかり買ってから本はどうしてくれるんやまあね、まあ、っていうのも冗談ですけど、まあ本当にねそれは思ってて現物をいかにみんなに見てもらえるかっていうのでうちは動いてるんですよ。でもう一個伝えたいことがあってその、まあ、さっき言ったけどメダカ屋をやりたいメダカを販売したいっていう人はマジでうちほんまに全国区を目指してやってます。でさらにうちは委託もやってます。もう本当にね結構1個の場所でね100品種ぐらい 100ペア、うん、あのボトルだったとしたら100個ぐらいは、ね、余裕で置けるんですよ。だからマジでねうちだけで足りないんですよ、うん、だからうちと委託契約しましょう、うん、その代わりラボの場所では売るけどラボの名前では売らないですよ。仕入れるわけじゃないんで。で大事なのがそのもしメダカちゃんなんで死んだりとかすることもあるんですよね。もうそれは本当ごめんなさい。一生懸命育ってます。一生懸命育てて一生懸命販売しますけどただ売れなかったりとかなくなっちゃったりとかいろんな事故あるんでねそこだけはご了承ください。ただねその分みんなにはいろんな場所で販売できるっていうチャンスが生まれます。うん。それに乗っかりませんか皆さん。乗っかんではないと思いますけどね。で、まあこれも先ほど言いましたけどどうしてもね場所代っていうのがかかるんでそのもうポッポリ言います。もう売り上げは 15% 売り上げの 15% だけはください。餌をあげたりとかそこに人を派遣するとか場所代とか全部含めてね 15% だけください。はい。だから1000円だったら150円くださいそれだけです。はい。でそれをまあ売れた分をまとめてお支払いするって形でやりませんか。何のリスクもないじゃないですか。ゼロリスクじゃないですか。リスクはうちが背負います。あなたは送るっていうことをしてください。うん。一歩踏み出すんじゃないですよ。送るだけでいいです。送って値段品種だけ教えてください。そしたらあなたはもう立派なメダカ屋さんです。メダカを販売するってことはメダカ屋さんですからね。どんなね幼稚園児だろうがお金をもらう時点でプロですから。はい。その代わりもラボがこうやって宣伝大々的に販売するんでへなげなもんを送ったらそれ叩かれるかもしれないです。好みじゃないのに叩くやつほっといたらいいですけどなんなんやこの狭がりはとか、はい、そこだけは一生懸命やりましょう。自分のブランドのためにも。てかこれはメダカを飼うっていうことはこういうことじゃないですか。だからそこだけは一生懸命やりましょう。うん。それはメダカ屋さんをやりたいって本気で思ってるなら必ずやらないといけないことです。うん。だからってねいや狭がりはしてないんだけどラメが少ないんだよね関係ない。うん。じゃあ狭がりをしなくてラメがちょっと少ないメダカを欲しい人だっている。今、まあ、この YouTube 見てくれてる人の中にもいると思うんですけど最初メダカ買い始めた頃ってこんなメダカ高いかって思わなかったですか。で絶対に最初買い始めたメダカより今のメダカの方がランク上がってないですか。そういうことなんです。結局始める人にとってはこれぐらいのランクでもこのメダカが欲しいって人がいるんですよ。全部を全部極上品を出す必要はないんです。ただね愛情を持ってちゃんと伝えてください。これはうちで選別をしましたか漏れちゃった子ですとかね。あんまり羽とかっていう言葉はあんま好きじゃないんですけどそういうのちゃんと伝えましょう。 A、B、C ってつけるのでもいいし、うん、だからそれでもいいです。まず始めましょう。でうちのイベント広島の人は出てください。3月25日もやりますしもう4月も5月も6月はまだのかなとかも埋まってるんで、はい、もう出しましょう。もうやりましょうメダカ屋をやれとはもう言わないです。皆さんからのね反応で分かりました。あ、これはまだこういうのを踏み出すとかっていうのを考えちゃうんだなって。
だったらもううちにリスク任せてください。保険屋みたいなもんです。はい、どこでやったらいいんか、やる場所がなかったらどうしたらいいんか、もうそんなことはないです。やる場所は死ぬほどあります。はい、はい、でね、だからまあ愛を持った人だけやりませんか。技術知識は関係ないです。本当に愛を持って育てたメダカを販売してみたいんだっていう人は連絡ください。愛がない人は嫌です。これ本当にね、うちの居酒屋でも料理でも絶対言うんですけど、愛がないんだったらもうやめろって。これをどうしても美味しく食べてほしい、どうやったらお客さんの笑顔を見れるんだろうっていう思ってちゃんと作ればある程度ね本当に美味しくなるんですよ。なんでか知らんけど見栄えも気にするようになるし、だからそこは絶対守りましょう。メダカを本当に愛して、本当にこの子を出したい、この子を本当に大事に育ててきたんだ、だから見てほしい、販売したいっていう人は絶対連絡ください。もう悩むなもう今すぐ連絡ください。これは本当にもうあなたは進んでますから、はい、一歩踏み出す必要はない、もうあなたは進んでます。だからラボに連絡をしてメダカを送るだけ、 15%、 それでどうですか。それでね、いろんなショッピングセンターだったりとか、もともと人が集まる場所に出せるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思います。はい、だから必ず連絡をください。まあそれとで、あとちょっと今日からね、まあもう早速やるんですけど、メダカコミュニティを使って、まあ、婚活じゃないけど、まあ出会いの場を作りませんかっていう、うん、まあ、男女だけとかじゃないんだけど、まあこのお店を使ってまあ昔の言葉で言えば合コンですかね、うん、やっぱりね、同じ趣味を持った人の方がまあいいって人も多いし、うん、やっぱそういうのを求めてる人なんだったらうちが提供しますよ。だってお店もあるしメダカもやってるし、うん、だったら良くないですか別にどっかを貸し切る必要ないんですよ。うちでやればいいんですから。だからそういうのもね、今後どん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 企画はしていきます。月1ぐらいでやろうかなと思ってます。うん、だからそういうのもどん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 応募してください。で、常にね、密にラボと連絡取りませんか。こんな僕でいいんなら、うん、マジでね、いや本当にちょっとね、最近バタバタしててっていうのは、まあ、言い訳になるんですけど、まあ、ありがたいことに本当いろいろ反響をいただいてます。で、こういう場所を提供できるのは本当多分ラボだけなんで、このためにね、居酒屋開くアホいないっすこのためにね、バーを開くアホいないっすマジで。だからね、ラボと一緒に皆さん頑張りましょう。じゃあね。